2011年9月24日栃木県那須塩原市に来ています。広大な稲作地帯です。近くには豊木川が流れています。福島第一原子力発電所から約100キロの地点です。大気中の放射線量は胸の高さで 0.59 マイクロシーベルトパワーアワーを記録しています。農道脇の乾いた苔の上で放射線量を測ってみます。2.46 マイクロシーベルトパワーです。